こんにちは、島村楽器仙台泉店竹山でございます。今回はヤマハ APX600 が新入荷いたしましたので、今回はこれをご紹介していきたいと思います。こちらはヤマハから新発売されたばかりの商品になりまして、既存の APX シリーズに、新たに600というグレードが追加されまして、それの APX600 というモデルになります。こちらはですね、ボディ材が、トップスプルース、サイドバックがナトを採用されております。でボディの形状も APX シリーズということで、非常に動圧が薄く、コンパクトに構えられる、そんなギターになっております。で現状の方が、634mm になっておりまして、さら、にネックシェイプも非常にスリムなネックが採用されております。ですので、これからギターを始めるという方、だったりとか、女性の方、手があんまり大きくないよという方にも非常に抑えやすく演奏しやすい、そんなギターになっているんじゃないかなと思います。で、ブレーシングデザインの方も今回新しいものが採用されておりまして、今までよりもさらに低音がしっかりと出て豊かな、鳴りが、実現できるようになっております。それでは音を出していきたいと思います。まずは生鳴りから聞いていただきます。はい、生鳴りでも非常にスッキリとしていて、とてもクリアな音質が楽しめると思います。で続いてアンプに通した状態で音を出していきます。いかがでしょうか。アンプにつないだ時でもとても迫力のある音になりまして、非常にライブ映えするような、そんな音質ではないかなと思います。こちらの商品ですね、仙台泉店の方で試せますので、ぜひ気になった方は店頭でお試しになってみてください。以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。